中田雅子は神戸空襲の遺族や体験者らで作る市民団体神戸空襲を記録する会の全代表。空襲犠牲者の名簿編纂作業を続けている。神戸市長田区在住。母親、三木谷紀美子のお腹の中にいた1945年3月17日、空襲で当時1歳の姉、ひろ子を亡くした。中田はその半年後に生まれる。 1971年、神戸空襲を記録する会が発足する。母親は初期の活動を陰で支えた。1978年、同会は神戸空襲の犠牲者の名簿を作成し始める。神戸空襲で亡くなった人の名前を国や自治体は把握しておらず、公的な犠牲者名簿は存在しない。このことから、同会メンバーは寺を訪ねて過去帳を調べ、慰霊祭で、 遺族らに協力を呼びかけることによって、神戸空襲で亡くなった人の名前を調べた。1987年、母親が67歳で亡くなる。阪神、淡路大震災の2年後の1997年、神戸空襲を記録する会の代表が亡くなり、中田は同会の2代目の代表になる。小学校や中学校を空襲体験者と共に訪問し、 辛かった人の思いを伝える。2010年6月には、神戸空襲の犠牲者の名前を刻んだ、慰霊碑の設置を市に要請。市は設置と名簿編纂への協力を了承する。2011年からは、市の広報紙やホームページでも、情報提供の呼びかけが始まった。2012年、慰霊碑の建設費の募金を同会が呼びかけると、目標を上回る百九十万円が、 全国から寄せられた。市街地を一望できる神戸市中央区区の基調7の大倉山公園の土地が神戸市から提供される。慰霊碑には1978年以来集めてきた犠牲者1752人の名前が刻まれる。2013年8月7日、大倉山公園で慰霊碑の設置工事が行われる。15日午前10時から 慰霊碑の除幕式が行われた。除幕式では、中田が挨拶をし、戦争を繰り返してはならないという、たくさんの人の願いが集まってできた。石踏みに刻まれた名前の向こうに一人、数との生きた命があったことを想像してほしいと呼びかけた。語り継ぐ、神戸空襲の記憶神戸空襲を記録する会、医師のさないさん、ありがとうございます。